藤原康幸は日本の政治家、官僚、兵庫県伊丹市長、伊丹市出身、田中学校、高等学校を経て東京大学工学部を卒業し、1977年に建設省へ入省する。千葉県庁、兵庫県庁への出向を経て、2000年に建設省へ復帰し、住宅局住環境整備室長となる。2002年に、 伊丹市条約となった後、2005年に引退した松下務市長の後継で市長選挙に立候補し、初当選する。2期目の2009年と4期目の2017年は他に市長選挙の立候補者がなく、無投票で当選した。就任当初より、1994年の関西国際空港開港に伴い一部で廃校が主張されている。 大阪国際空港に関して、市の発展に不可欠との立場で、存続、活性化、国際線復活を掲げている。市長1期目の2007年には、大阪国際空港周辺都市、対策協議会会長として、それまでの市の見解であった1973年の市議解決に、大阪国際空港撤去都市宣言から大きく、方針を転換する。 大阪国際空港と共生する都市宣言の決議を市議会に提案し、賛成多数で採択された。2013年の市長選挙に3期目を目指して立候補。かねてから関西国際空港への機能集約、強化を是とする立場より、痛み廃校を主張し、前年に周辺都市対策協議会を脱退した大阪市の橋本徹市長が、 共同代表を務める日本維新の会が、前市議会議員の岩木敏之を、党公認候補として擁立した。この選挙は、現職の藤原と岩木田二名との争いとなったが、同日に、市長選挙が行われた隣の宝塚市と合わせ、大阪府を地盤とする維新の会の、兵庫県本格進出として、大きな注目を集めた。選挙戦では岩木が、伊丹空港の存廃について、 判断は民間企業に任せるべきとして争点化を避けたのに、対して藤原は空港の存続、活性化を最重点公約に掲げた。また、告示直前に、維新の会の浅田仁氏政策調査会長が、党の重点政策である大阪と構想に関連して、大阪だけでなく、周辺重視くらいを合併し、天ヶ崎や西宮を越えて神戸まで特別区にしたい。 との試案を述べたことについて、反対の立場を表明し、痛みを大阪の植民地にしてはいけないと訴えた。開票の結果、初当選した2005年市長選の得票を大幅に、上回る4万1267票を獲得し、維新公認の岩木に3倍以上の大差をつける、圧勝で参戦を果たす。選挙戦について、対立候補というよりも、 強化大阪市長と戦っている気がしたと振り返ると、共に、維新の会共同代表の橋本市長や、幹事長の松井一郎大阪府知事が何度も、応援演説に入ったことについて、大阪府知事、大阪市長の2人が乗り込んできて、伊丹市民にあれこれ言うのは、いかがなものかと批判し、同日の宝塚市長選挙でも、現職の中川智子市長が、 維新公認候補に大差をつけて再選されたことを念頭に維新が兵庫に入ってくるのを撃退したと強調した。2021年の市長選では、コロナ禍で空港に対する議論は低調であり、日本維新の会も現時点で対立する争点はないと判断し、藤原は自民、公明に加えて維新の県組織、兵庫維新の会からも推薦を受け、合戦を果たした。 ありがとうございます。